こんにちは。着物の日本先生チャンネル、まだまだこれからということで、前回か、前回前々回とまた長谷倉先生をお招きいたしまして、いろいろとお話を伺ってまいりました。前々回が大和妃、はい、黄金妃で、前回が和歌のお話ということで、はい、と素数と、はい、はい、そして今回はお稲荷さんの話、はい、なんかまたね、画面に見えないうまそうな、おいしそうですね。はい、お稲荷さんのお話ができたらと思います。 ありがとうございます。好きですか先生？好きですかお稲荷さん？いや大好きです。はい、じゃあぜひともお稲荷さんの掛け声をお願いいたします。江戸時代の稲荷寿司売りの。お稲荷さんといえばね、はい、笠間稲荷、茨城、はいはい、あれで食べたお稲荷さんが、まあ、絶品ですか？絶品。へえ、もうびっくりしました。わざわざそのお稲荷さんを食べるために行ったぐらいなの、うん、へえ、いいですね。あんまりにも美味しくて、うん、もう一回行こうぜ、もう一回行こうぜ、はい、そんなこともありました。いや、お稲荷さん大好きです、はい、お稲荷さんといえば、まあ、江戸の昔はね、稲荷売りっていうこの行商人さんがいて、はいはい、先生ぜひとも行商人お願いいたします。ちょっと私村娘で掛け声します。はい、大丈夫かな、できるかな。じゃあいきます。はい、せーの。天正高地少女、六根少女、払いたまえ、清めたまえ、一本が十六文。あ、ほんで。へい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 、ありがたい、半分が、おい、八文だ。はい。へい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 、ありがたい、ありがたい、一気四文、さあさあ、上がれ上がれ、持って、大きい、大きい、大きい、稲荷様、稲荷様、稲荷様、いらっしゃい。よーい。いやいや、今のやってるのがわかんないけど。はい、でもね、威勢よくて、ね、こうして稲荷寿司売りが、ね、はい、江戸時代は割烹されてたんですよね。そうですね、はい、うん、でね、江戸時代 のファストフードってお寿司ですもんね。うんうんうん、で特に稲荷ってね、すぐに食べれるし、人気あったと聞いておりますけれども。はいはい、元気ますしね、はい、うん、まあ、こちらですよね、お稲荷さん。はい、食べてると食べたくなる。はい、じゃあこのね、稲荷って、はい、そもそもどんな意味が込められていたのかということをちょっと紐解いていきたいなと思うんですけれども、はい、このね、稲荷、もともとこの稲荷って、はい、稲荷、神社の稲荷ですよね。お稲荷さんの稲荷と同じ字ですよね、はいはい、うん、ということで、この稲荷寿司ってもともとこれ油揚げを甘辛く、うん、煮て、はい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 、ね、で醤油で煮て、うん、そして中にご飯が入ってますよね、はい、でここにちゃんとこの紅生姜というか生姜もある、うん、はい、ここにね、いろんなね、深い意味があったみたいですよ。そうなんだ。はい、ということで、はいはい、ですね、この稲荷神社の主祭神って宇賀の御霊って、うん、こちらですね、宇賀の御霊、はい、でこの宇賀っていうのがこれ食べ物ですよね、はい、うん、でそれで古事記では宇賀の御霊、日本書紀ではこのように書かれておりますけれども、はい、これで宇賀の御霊なんですよね。ねえ、なんか、はい、この読みと字が全然違いますけどね。はい、でもまあどちらにしてもこの、はい、受け持ちというか食べ物のこと、そうですね、はい、で食べ物を受けるという、はい、食べ物をまあ提供する、受けるというね、頂戴するという、こうしたね、はい、食べ物に関わってくる神様というのがこの稲荷とつながっているということになります、はいはい、でそれでこの、まあ、日本の場合一番大切な食べ物というのは、はい、天照大神様の、はい、お米でございますね、はい、でそれで、このちょっと次お願いいたします、はい、こちらご飯と、このようにですね、はい、まあとりあえずちょっと味噌汁は大豆ものではありますけれども、はい、このご飯の方に注目していただいて、はい、で稲荷寿司というのはこの大豆ので袋の中にこの米を入れますよね。はいはいはい、でこれがですね、袋の中に入れるっていうことがまさしく母なる子宮に入れてると一緒なんです。袋、ね、大豆を割ったこの袋の中に、はいはいはい、天照大神様を入れているということです。だから母なる子宮なんですよ、稲荷寿司って。おー、うん、はい、でまたこの、
じゃあちょっと次行きましょうかね、はいはい、この稲荷寿司に込められた願いなんですけれども、はい、この稲荷というのが、そもそもですね、稲がなる稲なりなんですよ、はい、あ、稲がなるから稲なり、稲なりで稲荷です。あ、それでこれなんだ、豊穣の稲穂の、はい、この稲穂でね、だからもともとあれ狐さんじゃなくって、はい、あの狐さんの尻尾がちょうどこのね、たわわに実った、ね、黄金の稲穂と似ているということで狐さんになったんです。あ、そう、うん、だから狐さんが最初じゃなくて、まずは天照様の、このね、湯庭の稲穂の、はい、で、このお渡しされた、この稲穂のことを指しているんです。ああ、はいはい、なるほど、うん、そう、でそれで、まあ、後にねちょっと狐さんメインになってはきますけれども、もともとの原義はあの天照様がお渡しした湯庭の稲穂の、はい、このそれがたわわに実っている様子を狐のふさふさの尻尾に変えたということですので、まあ、要は食べ物のことなんですね。ということはだから稲なり、稲がなって稲なりが詰まって、うん、稲荷というふうに変わっていった。そうです、ちなみにこのほら稲妻っていうのもね、はい、でこの作物が育つには、ね、はい、太陽とこの雨と全部のコラボレーションでしょ、はい、だからこの稲妻っていうのも必要なわけですよ、はいはいはい、その稲のパートナーということで稲妻になりますね、はいはいはい、雷様が来てくんないと稲育ってくんないですよね、うん、そうです、雨が必要ですからね、はい、で、まあ、このような形でこの稲荷というのは大変このお米と親和性のある関わりのあるということで、はい、まあ、このお米に代表される食べ物をウカと言います、はいはい、ですのでウカの御霊とか、あと後にですね、このそれを受けるものとして、豊受けなのね、はいはいはい、あの下宮の豊受け様も、受けとあるように、はい、あの豊かに食べ物を受け取ってゆくということもつながってきます。はい、でそれでこの甘辛く煮しめた油揚げっていうのはこれ大豆からできておりますよね、はいはいはい、でこの大豆というのもあのこの後出てきますけれども、はい、あの神話の中では、はい、あの大月姫とか、うんうんうん、ね、あの受け持ちの神の、はいはい、あのお尻とか陰部から出たって言われているように、はい、こうしてですねこの大豆をこう割いたものに、天照様がだから大月姫様あるいは豊受け様の体内に、天照様の、この物種が入っていくという、はい、そんな、ね、こうしたあの神々が神詰まりしたものを稲なりとしていただいているというありがたきものなんですよ。そうか、うん、はい、神様が神様があのギュッとこの神なる子宮の中に入ってくれて、はい、それをいただく、そう、めちゃめちゃありがたいじゃないですか、ね、で、はい、まあ、大月姫であり後の豊受けともなって、関わっていくんですけれども、まるであの下宮と内宮のように、はい、こうして包むものと包まれるもののコラボレーションで、さらにこのあのお稲荷さんのこの、はい、あの白いとこの上にですね、うん、あの生姜とか乗せたりしますよね、はいはいはい、この感じでね、ええ、で、はい、実際この上にこうちょこんと乗せているのもありますよね、はいはい、でこれはこの生姜って何の象徴だと思いますか。生姜がですか、うん、はい、いや、あの生姜って、ね、出てくるときに生姜 の茎っていうかあの葉っぱってピンってなってません、はい、なってます ね、で、はい、生姜は根っこですけれども、はい、僕これはある方の象徴でございます。僕の大好物、あ、素晴らしい、はい、こちらスサノオ様でございます。スサノオのだから生姜 のこの葉っぱでピュッピュッてなってますよ、ピッて、はい、でこれが剣のようじゃないですか、はい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 、でそしてこの生姜というのもあのこう刻みますから、だからまあ言ってみたら剣状に細くするわけですよ、はい、はいはいはい、はい、ね、で 米の場合は丸丸丸としたまさしく天照様ですが、この生姜の場合は、はい、これはスサノオ様のこの、はい、だからこれ一本一本が生姜の一本一本が剣、スサノオの御事の剣、はい、でそれで天照とスサノオの、まあ、この袋の中で受け入れをしているというものの見立てでもあるんです。あ、はい、よくね、あのお稲荷さんがこうひっくり返した状態になってて、うん、上にご飯が見えてて、
で、紅生姜ちゃんちょんちょんのっかって、そうです、ああの赤いものがのっかってゴージャスでいいなって、そういう問題じゃないわけね、うん、でも同時に紅白というめでたきも表してますし、でもともとかつては白米って食べれませんから、はい、あの黒飯、玄米じゃないですか、はいはい、ね、だから白飯を食べる時っていうのは特別な晴れやかな日ということもなってまして、でこうして私たちは常に常に神様の懐によって包まれているものを食することによって、はい、私たちも大いなるものに包まれ、だからこそ、自分自身の御霊を振り起こしながら、ね、はい、この世界を豊穣な稲なりというね、はい、豊かなものにしていきましょうという、自分自身も努力をしていかないといけないよっていう、うん、はい、という精進がこの稲荷の中に込められているのではないかと考えております。そんなすごいものだったら、おいなさんにだってこうパッとつまんでポッ、もうポッと一口で口がないよくんって、そんなもったいないなら申し訳ないですね、はい、こう、はい、もうちょっとずつ味わってちゃんといただかないと、もったいないですね。ね、で、そしてこのね、はい、お米っていうのはこうしでるわけじゃないですか、ね、しでて丸いもの、はい、でその生姜のこの茎というかこの葉っぱって天に行くものじゃないですか、はいはい、だから天から降り立つものと天へと向かうもの、この天地融合でもあるんです、はい、だからこの天と地、はい、そして包むものと包まれるものというね、はい、こうした母性と父性のコラボレーションがこの稲荷というこの稲荷寿司の中にも入っていると考えます。母性と父性両方とも入ってる、はい、はい、だから単に子宮を象徴しているだけではなくて、はい、そこにはちゃんと母性と父性、父性も、ね、で母性と父性があって、それを食すことでその子供であるということです。我々はね、はい、考えてみれば我々の体って食べたものから出来上がってるわけで、うん、食べ物が粗末にするということは、うん、自分の体を粗末にするということだし、はい、変なものを食べてればやっぱり体調を壊して変な体になっちゃうし、そうですよね、ちゃんとしたものを食べてればやっぱりこう健康になっていくし、それはだからやっぱりそこにね思いを込める、ただ餌じゃないですかね、はい、そこにもうありがたき神様の御影を言って、その命の吹き替えをして、今我が命に吹き替えられてるんだっていう思いの中で、まあ食べ物受け持ちるというかね、羽化をいただいていくという、そんなあのご先祖様の思いがこの稲荷寿司の中にも込められていると思います。あの天照大神様が、はい、渡してくださった、はい、あの湯庭の稲穂と、はい、で、まあ、あの大豆の場合はこちらはあの古事記の方ですがね、スサノオノミコトが、まあ、あのこの大月姫がたくさんいろんな食物を出してあげましたよね、はい、でそれでわ汚いみたいな感じで、うん、あの殺されてしまいますけれども、はい、けれどもその後からいろんな穀物が持っていった、五穀豊穣になっていった、はい、でこのこちらスタノーさんの場合は、確かお尻から出たのかな、うん、であのつくよみさんが殺してしまった日本書紀の場合は陰部から出たっていうことになっておりますが、うんうん、こうしてあのこの何でしょうね、この一粒の麦が死んで新しいものが生まれて、聖書にもあるように、いろんなもののね、まあ、見かけによって、うんうん、そして新しい命が吹き替えられていく、うんうん、ね、この、食べるってね、その植物とか動物の命をほふることになってしまいますが、うんうん、その思いが吹き替えられて我が命へとなっていく、だからやっぱりあのいただくっていうこと、食べるってことは人を良くするし、そしてその神々の命が自分に引き換えられていくっていうことを、この稲荷寿司一つの中にも込められていると私は考えております。ということは、まあ、江戸時代までの昔の人が、はい、まあ、四つ足の動物を食べなかったっていうのは、単に仏教上の、信仰上食べちゃいけないよっていうから食べなかったというだけではなくて、あのそのいただくものには そのいただくものそれぞれにこうちゃんとエネルギーが込められているし、その思いがある、そういうものを体の中に受け入れるっていう時に、たまたま、まあ、年老いておって亡くなった牛さんや豚さんをいただくっていうのは構わないかもしれないけれども、うん、にあの人間が食いたからって言ってグワーッて言って違います、それはもう絶対ダメだよと、そのね動物さんをやっている命という考え方、うん、
で命という、まあ、神を、まあ、いただくっていう、はい、こういう感謝と畏敬の念っていうものがまずあって、はい、でそれを食べるという行為を通して表していたんではないかと思っています。はい、お稲荷さんいただくときも、まあ、こちらサーモンも買ってるかな、これ。はい。サーモンとシラス。現代風ですね。まあ、現代風ですけども、はい、いろいろまあアレンジしながら美味しくいただくんだけれども、うん、でもやっぱりこうお祈り、大切なお祈りをいただく。そうですね。ということだから、やっぱりいただくときにはちゃんと感謝して、手を合わせて。はい。はい。そうですね。だから本当にこのね、私たちはどんな時でも大いなる神のとか天のね、はい、その御心に包まれて、そして我がいるんですよっていうことを、やっぱりこれをね、はい、お稲荷、寿司を食べるときに忘れないというか、ちょっと思い出すということで、この常に常に守られている自分、はいはい、ね、この古事記、の中の一番最初の雨土はじめし開けし時のように、はい、最初に天、雨土がもうすでにあって、その絶対安心の中で、はい、この雨の御中主からその、最先端の、我という命があるんだっていうことを、はい、やっぱりこの忘れまじっていうことがこの食文化の中にもあるような気がしております。はい、はあ、いや、まあ、お稲荷さんのお話でこんな深くなると思わなかった。いやいやいや、びっくり仰天です。いやいや、これが絶対そうかって言われたらそういうことではございませんけれども、そういう気持ちをちゃんと持っていただくのと、うん、何も考えないで、うん、お稲荷さん、1個じゃあちょうだいパコっていうのとでは全然やっぱり意味が違ってきますもんね。そうですね。だからこれからね、はい、生姜乗せるたびに佐野さん来た、天寺さんが、それがもう全部包まれているっていうね、なったら、いや、食べるのがもったいないぐらい、いやいや、いや、こんなありがたいものをいただいていいんだろうかって、うん、でもきっと多分はい、昔の人ってそうだった気がします。そういうことですね、はい、ということで、はい、このね、このお稲荷さんっていうものをいただくことによって、はい、まあ、それいただく今度子供になりますからね、はい、それによってほら、父性と母性の夫婦円満で、豊作豊穣で、はい、何より感謝というものを稲荷寿司を食べることによって、思い出させていく、それを体に染み込ませていくっていう、そんな文化だったような気がいたします。皆さん、夫婦喧嘩をしたらお稲荷さんを食べる違うかな、はい、でもそういう感謝の気持ちっていうものを改めて思い起こす、例えば夫婦の中で、うん、お稲荷さんっていうものはそういうものだっていうことを知っておけば、うんうん、まあ、喧嘩やった時にお稲荷さん買ってきたよ夫婦円満豊作豊穣はい、豊年満作でいこうということですね、はい、いや、もう本当に今回は素晴らしいお話ありがとうございます。ありがとうございます。またぜひ希望の日本再生チャンネルご出演いただいて、いいお話をたくさん聞かせていただければと思いますよろしいでしょうか。恐れ入ります。はい、はい、ありがとうございます。喜んで、はい、いや、嬉しいな、はい、ありがたいです、はい、じゃあ しますね、はい、はい、希望の日本再生チャンネル、まだまだこれから。